月1日午前7時45分徳島県庁前、職員たちが足早に職場へと向かっていきます。今年も徳島県版サマータイム泡夏時間が始まりました。この泡夏時間は勤務時間の前倒しなどで、夏場の厳しい電力需給への対応はもとより、省エネの推進や余暇時間の有効利用といったライフスタイルの転換を目指すものです。実施期間は7月から9月までの3ヶ月間。期間中、県のほとんどの期間では始業時間を30分早め、午前8時から業務を開始します。この日、午前9時から県庁内で開かれた会議では、飯泉知事が徳島夏のエコスタイルをライフスタイルの転換につなげるよう、しっかりと取り組んでいきましょうと挨拶。担当者から今年度の取り組みについて説明がありました。取り組みの一つとして、県庁では電力需要がピークを迎える14時から16時を節電強化時間として、節電マネージャーが使用していない部屋やエリアの消灯の確認を行います。また県では我慢する省エネから賢い省エネへと一歩踏み出して、賢く節電し家計にも優しいスマートなライフスタイルへの転換を提案。夏の昼間に家庭での電力消費を抑えるため、家族でお出かけ節電キャンペーンを展開し、提携する施設などで入場料や使用料の割引、家族で参加できるイベントの開催などが行われます。もちろんエコ活動、これはもう当然のことなんですが、もう一つはワークライフバランス、やはり自己研鑽の時間を十分に作るとか、あるいは家族でね、一緒になって夕刻を迎えるとか、まあ、こうした新しいライフスタイルの転換にしっかりと徳島から発信をしていこうと。ピンチをチャンスに、徳島のお家芸でありますけどね、この徳島夏のエコスタイル、皆さんと共に進めてまいりたいと思います。夏本番を迎えました。今年の夏は賢く省エネ、これを機会にあなたのライフスタイルを見直してみませんか。